中入れないよ。ふに、明けましておめでとう。2024年明けましたよ。今年も一年よろしくね。明けましておめでとう。ハッピーニューイヤー。で、ウニには、今日は、ミニおせちがあります。これね、多分ね、去年も、元旦に食べたやつと同じですね。中身ちょっと変わってるかもしれないですけどね。ウニちゃんちょっと待ってよ。ちょっと待ってウニちゃん。ちょっと待ってウニ。ちょっと待ってね。うん、こんな感じで、とても色鮮やかな。はいよ、色鮮やかですね。ちょっと待ってね。ね、鴨のお肉とか、ローストビーフとかが入ってて。あれこれ、去年これ昆布かな。昆布の寿のやつなんかなかったですね。黒豆も入ってて。ウニちゃんには食べてもらおうかなと思います。ウニ、こっち向いて。さすがにね、これだと器が軽くて食べづらいと思うんで、またいつものお皿に盛り付けたいと思います。で、やっぱこれカットしないとね、ウニね。ウニちゃん小さくカットしてあげるからね、ちょっと待ってね。こんな感じに盛り付けてみましたが、なかなか良いんじゃないでしょうか。ウニちゃん。あ。ごめんね、いつもね。よし。あ、食べれないの。ゆっくり食べて。おいしいウニ。おいしいですか？ゆっくり食べて。あっという間だね。食べれる？全部食べれる？ってる？煮干しくっついてるね。上手に食べて。あ、身も綺麗だよ。綺麗に食べたよ。美味しかった。美味しかったね。ゆうね、お水飲みなよ、お水。もうないよ。じゃあもうないよ。美味しかった？美味しかった？おせち料理。あとちょっと夜ご飯用に取ってあるからさ。夜もうちょっとだけ食べようね。ねえ。ちょっとでもあれだね、ウニね。年末年始と美味しいもの食べてるからね。あ、クリスマスからか。ちょっと体重測って、場合によってはダイエットをね。もう終わったよ。お水飲みなよ、水。お水飲みな、お水。ごちそうさまだよ、ウニ、お座り。あ、そう。ごめん。お水飲んで、お水。お水飲んでいいよ。お水飲んで。邪魔しちゃったね、ごめんね。お水飲みな。お水。じゃ、ごちそうさまでした。ね、今年も一年よろしくね、ウニね。よし、じゃあ歯磨こっか。で、マズルきれいにしよう。